MC の加瀬真奈です。大好評のまま進行した D4FESもついに最終日。残すは表彰式とエキシビションステージのみとなりました。まずはランキング戦の表彰式を行います。結果発表はすでに済んでおりますが、栄冠を手にしたのはピーキーピーキー。ステージへカモン。ありがとうございます。どこの晴れ姿、カメラがあれば撮ってるのにな。やっぱり優勝は嬉しいわね。で、しのぶはなんでそんなにクールなのかしら。勝って当然っしょ。っていうか、まだまだ通過点だし。まあ、しのぶの言う通り、最高の音楽と1位は必ずしもイコールじゃないしね。でもさ、1位は素直に喜んでもいいんじゃない。せっかくのお祭りだし。高評価を得たピーキーピーキーでしたが、運営委員会より改めて評価を得たポイントをご説明いただけるようです。三橋さん、お願いします。実力を余すことなく発揮したハイクオリティな楽曲が当然評価されたのですが、その上で往年のファンを意識した VJ がより注目を浴びました。ん？褒められた。やったね。いい仕事をしてくれたよ。ありがとう、ゆか。皆様、激戦を勝ち抜いたピーキーピーキーにどうか今一度大きな拍手と歓声をお送りください。私も負けないぞ。おめでとう。おめでとう。まあ、納得の1位だよね。ゆか、おめでとう。ピキピキ、おめでとう。京子ちゃん、すごい。犬よせしのぶったら、何よあの無表情。素直に喜んでおけばいいのに。っていうか、ギフッターのトレンドもピキピキが1位だし、コラボユニットのステージでアピールしたのにムニちゃんのことが全然話題になってない。でも私の画面だとムニちゃんトレンドになってるよ。ほら、下の方じゃない。私は一番上がいいの。優勝できなかったの、やっぱり残念だな。うちも派手な VJ 作ってみたりしちゃう。 VJ にインパクトがあったのは確かだけど、あれがなくても負けていたと思います。音楽だけに注目してもハロウィンパーティーの時より洗練されていましたから。さきちゃんが言うならそうなんだろうな。素直に負けを認めて、また次だよ、次。うん、遠回りかもしれないけど、地道にもっとトレーニングしないとね。早速始めちゃう？ここではやめようよ。勝者が喝采を浴びるシーンはいつ見ても清々しいものだね。正直、私は音楽での勝ち負けってよくわからないわ。確かに芸術は本来優劣がつかないものだからね。だけど次はもっとロンドの魅力は魂はみんなに伝えるように努力してみたいよ。上を目指すことで得られるものもきっとあるものね。上か。あの方々の音楽は素晴らしいものでしたわ。みゆさんもそう思いませんか？うん、ピーキーピーキーが歌っていた時は会場が揺れてる気がしたよ。くるみちゃん、我慢、我慢なの。どうされましたの？具合でも悪くて？違うの、今ステージのピーキーピーキーにいたずらしたらすごく盛り上がるだろうなって、くるみちゃんが絶対
めくださいね。 DJ 界から締め出されますわよ。スポットライトの大歓声、何度浴びても気持ちがいいね。でも D4 フェスで優勝したからってスタンスは変えない。みんなが、世界がライバル。これからも最高だけを追い求めてみせる。京子、何を考えてる？多分同じことだよ。うん。表彰式の後はお待ちかね、エキシビションのお時間です。運営委員会の声掛けで招待された、実力、知名度ともに抜群のユニットが勢ぞろい。早速入場してもらいましょう。ピカッチ、見て見て、ナルコさんがいるよ。え、マジ？いやマジだった、ナルコさん。あらまあ、有名どころを全部抑えたわね。相変わらず凄腕ぞろいの運営委員会だこと。気のない夫人だ。本当に昔と変わらない。私たちの時もそうだったわ。私とアイリーを組ませたり懐かしい。うわ、エキシビションの人選はシークレット扱いだったけど、すごい顔ぶれ。そうなの？そうだよ、トップランナーが勢ぞろい。大人気でチケットがなかなか取れない DJ ばっかり集まってるの。8年前の D4 フェスでもエキシビションのステージに上がれることは大変名誉なことだったみたいですね。あら、あんたわざわざ調べたの？ええ、 DJ 活動を続けるにあたってやはり業界の歴史をよく知っておきたかったんです。私たち全員が8年前のライブを見ていたことが分かって興味もありましたし。それでそれで、8年前もすごいメンバーだったの？はい、8年前のステージは D4 フェスの歴史の中でも特に伝説だと語られているんです。伝説って、とんでもない大物でもいたの？実力のあるユニットが揃っていたのはもちろんなのですが、中でもスカーレットカナリー、リンクスアイズの2組が皆さんの印象に残っているみたいです。その2組、ディグターでもたまに名前を見かけるのよね。若くして人気と実力どちらも兼ね備えたスーパーユニット、通称スカレナと恋愛だな。どちらも2人組のユニットなんだけど、元は4人組1つのユニットだったんだ。4人組ってことは私たちと一緒だね。学生時代にユニットを組んだっていうところも同じなんだな。これがいろいろあってユニットが別れちゃったみたいなんだけど、別れた後もライバルとして切磋琢磨、ライブシーンを盛り上げていった。 D4 フェスの人気投票でも他を寄せつけずにぶっちぎりの2トップ。その結果を受けて運営委員会がコラボステージを企画したんだ。スカレナの天野愛理さん、恋愛の女神ショノさん、2人がステージに立ってツインボーカルで歌ったんです。おお、盛り上がりそう。実際盛り上がってたじゃない。私たちが見ていたステージってそれなんでしょ？うん、多分ね。ちなみにリンクスアイズの姫神ショノさんはフォトンメイデンのプロデューサーなんだ。すごい、全部全部つながってるんだ。あの真帆さん、ひょっとして8年前の D4 フェスについて結構調べたり？まあね、コラボユニットの話題をゆかさんに振られた後ちょっと気になっちゃって調べ始めたら止まらなくなったよ。ああ、私ったら物知り顔で語ってしまって恥ずかしいです。なんで恥ずかしがる必要があるのよ。別にいいじゃない、私とリンクも知らなかったんだしさ。うーん、
とにかくエキシビションのステージに立てるってことはとってもすごいんだよってことなんだよね。そういうことだね。あのステージに立てたら間違いなくトップ DJ の仲間入りだよ。いいな。いつか私もみんなでエキシビションに呼ばれるようになりたい。実現したらムニちゃんもトレンド入り間違いなしね。何年経っても皆さんに語り継がれるようなパフォーマンスがしたいです。そのためにもしっかり見学しないとね。さあ見るぞ。おここで一旦休憩です。エキシビションのクライマックスに向けてしっかり休んでください。この休憩が終わったらお祭りもおしまいね。あっという間だったな。出演した子たちにはきっといい影響があったわよね。もうすぐ D4 フェスが終わるんですね。初めての D4 フェス最高だったよね。私はステージで音楽が止まる場面しばらく夢に出てきそうだな。心臓が止まるかと思ったよ。マホったらテンパって気取りまくってるんだもん。あんなことじゃ困るのよね。反省してるってば。結局ピキピキに助けてもらっちゃったしね。でもでもいいこともあったよね。チャレンジステージからメインステージに上がれたし。ええ、いい思い出もたくさんできました。実力アップはもちろんのこと、次は私たちが助ける立場へ回れたらいいですよね。そうだな。全部全部糧にして進んでいこう。サキちゃん熱心にメモを取ってるけど、それは何？エキシビションで次の曲の参考になりそうな部分をチェックしていました。今までの方向性にプラスアルファできそうな部分と新しい方向のヒントになりそうな部分の2つだよね。私もメモを取ってたよ。私普通にステージを楽しんじゃってたんだけど。トワさんはそれでいいと思います。私が作ったものにワクワクできなければ遠慮なく教えてください。それはそれで責任重大だな。今まで通りで大丈夫だよ。やってきたこと間違ってなかったんだから。ランキングも良かったでしょ。チームワーク向上のおかげかな。みんなもっともっと仲良くなっていこうね。はい。あのユニットはここが良かったし、まとめられない。沙織ってば、また慌てちゃってる。何をそんなに焦ってるのよ。いやエキシビションのステージに上がる人はやっぱりみんな足並みが揃ってるなって。ユニット単体だけでなく他のユニットともね。こういうステージにしようっていう方向性のオーガナイズがしっかりしているよね。マリカ、そういうのわかるかも。モデルのお仕事でも雑誌の方向性とかあるもんね。なるほどね。じゃあ私たちも足並み揃えないと。ネガティブ気質を脱却、明るい DJ に生まれ変わった沙織に超絶期待しなきゃ。お願いだからプレッシャーをかけないで。もうちょっと気長に見守ってよ。渚ちゃん、さっきから考え事？ずっとぼーっとしているけど。ああ、いやさ、さっき椿も少し言ってたけど、音楽での勝ち負けって結局どういうことなのかなって。音楽の世界が広いことは分かったけど、結局どんな音楽をやっていくかは自分たち次第だろ。なのに勝つためにみんなのしてほしいことをやるのか？いや、必ずしもそうではないと思うよ。自分の信じる音楽に向かって突き進んで1位を取ったのがピキピキだものね。
自分の音楽を突き詰めていけば質も上がる。もっとみんなに魂が伝わるように、届くように、やり方を模索する、そういうこと。焦らず丁寧に探していこうよ。この4人ならきっと最高のやり方が見つけられるさ。ねえ春菜ちゃん、私たちあのステージに立っていたんだよね。ええ、そうですわ。夢みたいな時間でしたわね。こんな大舞台で私たち歌ったんですのよ。 DJ 活動ってすごいの。こんなに大勢の人を楽しませて熱狂させて、ある意味最高のいたずらだよね。みんなを驚かせちゃうぞ精神。それはくるみさんだけですわ。でも不思議だよ。すごく緊張したのに次のステージにも立ってみたいと思うの。私もっともっと DJ 活動をしていきたいな。みんなはどうかな。当然お供いたしますわ。イエーイ。ありがとう。みんなとお友達で本当によかった。今回の D4 フェスで DJ 界はまた活性化する。ターニングポイントになったってユニットは多いはずだよ。ラブリーなライブシーンが増えるのは大歓迎よね。またぶち上がれる仕掛けを考えないとね。次はどんなことをしてみよっかな。普段は言葉にしないけど今日はあえて言うよ。これからもずっと最高を手に入れ続けたい。どんなユニットにも負けたくない。エキシビションのユニットにもね。うん、ああいう人たちと競っていくんだ。アーティストのみんな、会場のみんな、最高のステージをありがとう。いやー、終わっちゃいましたね D4 フェス。名残惜しいですが、運営委員長の三橋より閉会のご挨拶を。となるところですが、実はもう一組サプライズな DJ を用意しています。え、全く聞いてないんですけど。誰だ誰だ。なんだか緊張してしまいますね。皆さんにはきっと喜んでいただけるはずです。8年前のステージで起こした熱狂をここでも見せてくれることでしょう。リンクスアイズ高尾トーカー。え、どうぞ。うそ。どなたですの？おいおい、トーカ。マナ、私やるからね。8年ぶりだね D4 フェス。みんな覚えてくれているかな。ありがとう。私のことを知らない人も安心してね。すぐにぶち上げるから。間に合ってよかったな。最初に声をかけたのは姫神さんだった。私が D4 フェスのエキシビションに？それもリンクスアイズの名前で？面白いプランだとは思いますよ。あのリンクスアイズが再びステージに立つとなればD4 フェスにはぜひとも成功いただきたいですけど、やはりご協力はいたしかねます。今はフォトンメイデンのプロデューサーですし、そちらで尽力させていただきます。私がステージに立つ時期ではないのかなと。
愛理さんは今は静かに喫茶店でお仕事をしていて。え？私を D4 フェスに？いや、すみません、やんないです、やんないやんない。 D4 フェス復活には成功してほしいですけど、新しい人たちが活躍する場になってくれるのがいいかなって思って。ピーキーピーキーとハッピーアラウンドはちょっと知ってまして、陰ながら応援しますよ。え？入場券とバックステージパス？そういうのはいただいておきます。海外で活動しているマナさんには、なんとかコンタクトとメールを出したら、返事もなしに突然。押しかけてごめんなさい、急に帰国しちゃったもんで。それで D4 フェスのエキシビションで DJ するっていうオファーなんですけど、迷ったんですけど、アイリがやらないならやれないかなって。ごめんなさい。でもその思い入れのある D4 フェスには成功してもらいたいし、できればお役にも立ちたいなって。それでなんですけど、私を MC にしてみません？盛り上げるの結構うまいですよ。シャノさん、アイリさん、マナさんには出演の約束を取り付けることができなかったが、 D4 フェスのステージの話、私は単純に面白いし出てみたいなって。3人が断ったっていうのもタイミングの問題というか、 D4 フェスが続いていたら8年前が最後ではなく、みんなステージに立っていたはず。別々になってしまったけれど、なんだかんだでみんな DJ とは離れられないようだし、シャノとアイリなんて若い子を育てているくらいだし、刺激を与えれば面白いことが起きそう。私出ます。リンクスアイズの高尾桃花としてあのステージに。うん、アイリ、シャノ、マナ、私は帰ってきたよ、この場所に。一度は解散した私たちだけど、若い人たちに向けてできることがあるんじゃないかな。リンクサイズ高尾桃花、8年ぶりの復活です。カモン DJ、 戻ったからにはステージで示す。過去から今、未来へ全力でつなぐ。